モアイ。はい、皆さんどうも、モアイです。ということで今日はね、このコーンドリル、これね、これを使ったドリル、あんまこれ買ったけどどういうメニュー練習したらいいかわかんねえって人多いと思うので、ね、これを最後まで見てもらって、1対1や5対5で使える振りだったり幅だったり、こういうのをしっかりできるようになるので、最後までご視聴よろしくお願いします。それでは早速やっていきます。はい、皆さん今日は最後までご視聴ありがとうございました。コーンドリルっていうのはね、やればやるだけいろんなメニューがあるので無限にできるんですけど、今日はその中の7つを紹介させてもらったので、皆さんもぜひこれ一人でやれる時やってみて、どんどんスキルアップしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 See you. Bye.